エキセントリック中川です。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、ライブ会場ですか。これ、これはライブ会場だったのかな。あ、今ここがライブ会場からお送りしてるのかと思った。そういうわけじゃん。そういう設定にしてくれるんですか。そう、うん、そうそう。今日は、林田彩香さんのですね、これ林田彩香さん、皆さんご存じないと思いますけど、中川のあの何ですかね、ミュージシャンでいらっしゃって、はい、あの多分ね、あの私は中川の矢野亜希子というふうに呼んでますけど、素晴らしい感性の持ち主なんですよ。いや、それは言われる方は嬉しいのかな。あ、もっといい人いるかもね。ピアニストやったらね、小清水とか。あ、まあ、もう古すぎて分かんないか、うん、大体分かんない。矢上純子とか、うん、分かるけど分かんない人もまだ古い な。近頃のピアニストってどういう人いるかな。女性ででもボーカリストでしょ。ボーカリストでなおかつピアニストで、ピアノ弾きながら歌うような人、弾きながら歌う人、あんまいないのかな、うん、今ね聴いていただいてるのは、林田彩香さんのやうやうという曲ですね、うん、まあ、これも2年ぐらい前作った曲だね、なかなかいいなと思ってます。それを記念してですね、はい、こんないい歌を聞いた後に聞いた後に汚い音を、汚いとか言うんじゃない、雑なやつで、しかもなんか苦し紛れのネタ切れ寸前の苦し紛れのね。そう、もう世間からもういつまでやんねんっていう、往生際悪いぞと。それでもやり続ける。じゃあだ、ハイブリッドにやります。ハイブリッドーン、ドーン第1問。からのなんか古い。ああね、分かった分かった。ああ、だじゃらじゃらじゃらじゃ、赤にも、おおお、よく分かったね。さすが糸ちゃんよね。すげえ、分かる。海野さん、古すぎるよね、題名が。うん、それでいいと。あ、ま、真っ赤な太陽か。そうだ、真っ赤な太陽界人間ベムだ。正解。あ、ベムね、はいはい。そう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 、真っ赤な太陽はあれだよね、美空ひばりさんだよね。生きがって歌ってたやつです。そんなこと言っちゃいけないね。あ、しまった、今日ね、あの一問しかないですね、申し訳ない。ネタ切れないですよ。あの入れて入ってなかっただけで。楽しみにしてたのね。また。そんなこと言う。いや、まあいいや。てなわけでですね。はい、なんだっけ。エキセントリック中は発車します。出発進行。進行。木曜のお昼、いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンド仲間と一緒に、西畑のカフェクローバーより中市レディオシンジケートに乗せ30分間あん、ね、1問しかなかったあなたにお届けします。俺やん、ね、はい、ではご挨拶お願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。やっと涼しい感じになってきましたかね、この収録。確かにね、うん、そうだよね。短い秋が始まったって感じですかね。そうですね、と思ってる美穂さんです。イエーイ、皆さんこんにちは。こんにちは。確かにね、朝晩涼しくなって、いや、暑い夏が終わったということですね。そうですよ、うん、だって暑い中で北条屋がありよったやろ。いや、もうほんとね、暑い中ではいろんなお祭りもあってましたよ。まあ、皆さんお体ね、急な変化気をつけてください。で、その伊藤ちゃん着てるその T シャツ何。あ、これ伊藤、あ、伊藤カフェ、伊藤ちゃんのカフェ。いや、これは伊藤カフェっていうカフェがあったから、もう俺のカフェだなと思って来てるだけ。あのお店の中で買ったけど、もう3ヶ月ぐらいでお店が潰れてしまって
どこにあったん？会社のすぐ横にね。どっかで博多って書いてある、うん、そう、串田神社の近くにあって、今なんか また居抜きで串田カフェって言ってね、名前が変わって。いやいや、まあ、一応カフェはありますね。いや、皆さん分かんないと思いますけど、なんか坊さんですかそれ。いや、これそこのね、あの上天寺かどっかの住職がやってるカフェだったんです。ああ、なるほど。で、うん、なんか食べてるね。なんかね、これなんかよくあるじゃん、 T シャツでその何かをモチーフに、なんかビートルズの有名なジャケットを元にみたいな、なんかその世界じゃめちゃめちゃ有名なやつをパロディにしてるらしいって言ってた。座禅まんじゅう、こ元ネタがあるらしい。要するに坊さん、知ってる人にはは、ね、ーって感じでね。そうそうそう、あのデザインみたいな。あの要するに坊さんが2人いて、あの今朝来た坊さんが2人いて、片方の坊さんがあのなんだこれ、マカロンかなんか振ってんのかな。 そうね、そんな感じの絵が描いてあって、あと英語がバリバリ描いてあります。あ、まあ、説明したところで ね、いや写真載せて写真まあそんな、うん、私の T シャツの話はいいんですよ。あ、そう10月3日でしょ。3日もう10月ですよね。もう3日っすよ。だから涼しくなったって話ですよね。いや10月3日に生まれた有名人は、まあ一人挙げるとすればこの女優さんですね。めちゃくちゃ美人じゃないのに好きなんです。石田ゆり子さん。あ、はいはい。うん、今宝くじの CM。なんかむっちゃむちゃ美人じゃないけどめっちゃ良くない。ああ、そういうのある。なんかあれってなんでだろう。え、分からん。やっぱその雰囲気、ね、雰囲気とか醸し出す色気とか。うん、いいなって俺思うんですよ。54歳かな。綺麗な人だよ。綺麗き、うん、でも、まあ、でパーツパーツ見るとね、めっちゃ美人じゃないんよ、うん、でもね、めっちゃいいなって俺いつも思う。いや、それと同じでさ、あの朝ですに出てる子誰ですか。誰朝ですとか KBC 系好きだよね。いっぱい出とるね。いや、朝の番組しか見ないからさ、そこしか見ないだいたいわかるんで、はい、ふわりちゃん、久留米から来てくれてる、うん、今なんか新しい今度、ね、あの子はね、行くよ行くよ行くいや、みんなわかんないけど、あれよ行く、今村ふわりちゃんだったの、何だったの、何やったっけ、名字忘れてた、うん、なんかそう、いや、そんなめちゃくちゃ美人じゃないけどね。うん、いや、わかるわかるやろ、うん、そんな感じって俺思うんだよな、うん、あの人行くと、朝ですのお天気アシスタントをしてるふわりちゃん、ふわりちゃんとキラリちゃんやったっけ、キラリちゃんやったっけ、なんか今2人でこう日替わりでやってる、もう一人は綺麗なんよ、綺麗だけど、うん、あんまりピンとこないっちゃう、ね、あのお天気アシスタントがなんか登竜門みたいな ね、まあ、そうね、あれをやった後使える人は使われるみたいなね。みこちゃんに頑張ってほしいな、みこちゃんねみこちゃん何回かここで話題になったみこちゃんね、はい、可愛かった。やっぱり実際見たら可愛いと思います。お母さんと歩いてる時見たら、いや可愛かった、俺も見たもん。サインちょうだいとか言わないの、なんか微妙じゃんいやそれは、はい、なんだ、あ、俺終わりか、俺だ、イタちゃんです。誕生日だね、イタね、よろしくお願いします。はい、はい、え、大事じゃないですか。キッチンの方に置いてるちっちゃいやつなんで、はいはい、なんか全然冷えてなくて、うわ、辛い。で、なんかマルさんです、よろしくお願いします急に泣き始めたまあ今日はこの3人で3人なんで4人で俺には4人に見えるちゃうけど4人でお送りいたします。お送りします。エキセントリック中川、ご賞ください。喜んで。エキセントリック、ここだけの話、ここだけ。今日ね、前回に引き続いて、はい、中川の、はいはい、猿問題、いや猿問題、猿はもういいってあの一枚の写真ってあったじゃん。あ、そっち結局それは駅ここなの、中川愛じゃないの。あ、じゃあ中川愛を買ったろもうめちゃめちゃやん、相変わらずおじさんの頭の中は。写真ね、するのね、うん、あ、なんか写真がドンって出て、そうそう、これどこみたいな、私がお休みしてる時になんかやったネタですよね。これがね、なかなかね、盛り上がったんですか。盛り上がったんですよ、うん、まさかこんなところを撮ってるとはと
はい、うん、それで皆さんにぜひお伝えしたい風景、新商品、どん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 中側にね、うん、詳しくなっていくよと、これが分かれば、うん、そう、今回はね、お店シリーズにしよう、もう全部お店、お店の中、いや、中とは限らない、外観か中か、で、飲食店なのか、なんかの販売店なのか、お店ね、で、例えば外観は、店名とか入ってるとこはマスクしてる。おー手が込んでますね。マスクかけてんだ、すげえ、うん、じゃあエイトちゃん分かりそうやな、これから行ってみようかな、うん、ここ送る感じ、送る感じね、うん、第1問おいでますよ、来たよ、はぁ、あ、これ一瞬で分かるやろ、ちょっと待って、はい、はい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 、はい、エイトちゃんさゆり、スナックさゆりですね、これ、え、昼見たらこんな赤いのこれ丸さん分からんっぽいよおい、こんな色やったの、俺夜しか行ったことないから真っ暗なところでこのウィンドウだけ光ってるからさ、分からんかったっていう感じで、っていう感じで、スナックさゆり、これはね、博多駅南にある、あの我々がよく常連となってるカラオケスナック、スナックスナック、ね、スナックですね、うん、何軒か並んでるよね、あこね、あの馬手場の隣になるんですかね、アジト、あアジトもありましたね、うん、何軒か並んでる、うん、その隣にパチンコ屋さんとかあってね、そうですね、うん、そういうところにあって、なかなか美味しくて面白い、まあ、ミオさんが40曲歌えるってことですよね、そうです、ね、美味しい、まあ、食事はないけどね、あそうかあでもあの、うん、まあ、なんか時々美味しいもの出てくるね、で、あのさゆりさんっていうね、ママさんがいて、ちょうど私と同世代の、あの膝関節症やってるその情報いるイライライライ、はい、あのやってるっていうお店ですね、はい、いやよかった、はい、いい問題だよこれ、じゃあ次いきます、どうぞ、はい、第2問、来るのかな、写真が送られてくるのかな、送られてきた、どんどん、ちょっと見にくい、ね、来た、あらーこれどっかで見たよ、おっとは、この建物わからん、糸ちゃん、これ糸ちゃんわかるかなと思ったんやけど、ということは刀の方だな、これ違う、あ違うんだ、ちょっと分かった人はいね、あこれいい問題だな、え、お店よ、今日はお店シリーズでお送りしております、飲食やもんね、飲食か、まあなんかの販売してるか、いやこれ飲食で座るとこになんかシールが貼ってある窓のとこに、うん、ということは、お店の名前をお答えください、え、これ平屋じゃなくてなんか2階3階がある、分かった人はい、え、ちょっと居酒屋さんじゃない、あこれすぐ出るかなと思うんだけど出ない、あやばい、俺これ分かるの糸ちゃんだろう、あこれちょっと俺分からんかもしらん、あじゃあもうヒント出そうか、引き出しにはあるんだろうな、飲食店、うん、ラーメン、中川では老舗、ラーメン俺あんまり食べんけど、稲妻こんなじゃないもんな、人気店、お昼はもう並んだりする、ちょっと待って、え、ちょっと全然俺の引き出しにない、あそこもしかして俺行ったことないのかもしれない、いや確か話行った話をした記憶があるけどな、大盛りの皿がでかいという、あ知らんかね、伊藤ちゃん、え、これひさご、正解、え、これひさご、赤いのれんを隠しとんよ、これ、え、久保こんな高い建物やったっけ、そう、あなんかそのなんか平屋のイメージがあったけどあこれちょっとわからんかった、久保です、あちょっと悔しい、取り方とかでこう変わってくんだね、うん、中華そば久保ね、美味しいですよね、そう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 、これ刀ですか、刀じゃない、場所わからんのかい、わからん、どこ、久保有名店です、知らないんですか、知らん、あ、久保知っとるね、とんこつじゃないんです、とんこつじゃない、で場所はどこよ、そうそう、行きたいなって思って、確か今五郎丸かな、ハロデー、まあ、ハロデーよりだいぶ手前やね、百均、ダイソーの並び、うん、あうん、ダイソーとかファミマとかあって、ある安徳小学校に、はいはいはい、入るとこの手前のこっち側に車が5台ぐらい止まるとか、そうです、そうです、あそこか、そうです、これは超人気店で、そうお昼はもう並んでる、ね、そうだよね、で確か11時半からかね、もうもう、で11時半に並んでるもん、うん、もう、うん、だけどもう逆に2時とか3時とか、うん、その並びたくなかったらね、うん、うん、閉まってない閉まってない、うん、ラーメン何味ですか、豚骨じゃないっちゃう、まあ、中華そば、中華そばね、うん、まあ醤油ね、醤油ね、であの大盛り頼むとでっかい器に入ってくる、本当、うん、でっかいなんですよ
えらい強調するね。そのすっごい量は量はね2玉やないかね、あれ、うん、大盛りは2玉、まあ、普通の 大盛りのサイズだけど、器はバリでかい。じゃあ博多南駅から行くにはここベストだという。あ、ちょっと歩くね。歩くには歩きながら遠いか、うんうん、バスで3区間くらいかな、うんうん、なるほど、はい、なるほど。あ、悔しかった。いい問題だったね。まだある。もじゃあ次第3問来ました。写真が、はい、あ、これは分かった。これは譲ります。これはハロデンとこじゃね。ハロデンとこ、ハロデンよりもうちょっと先に行ったとこ。あ、ハロデンじゃなかった、あのサニーより行ったとこじゃない。そうそうそう、サニーから、うん、ワンカルビじゃなかったな、何だっけ。あ、まあジャンル的には近づいてきた。ぬるっとする。みんな分かってんじゃん。分かりました。はいはい、はい、丸さん、ぬるぼん正解。正解、ありがとうございます。いやいやいや、ここはね、特徴的な門構えで、あ、上ちゃんと消してあんだね、これね。ぬるぼん美味しいよね、うん、じゃあちょっとお高めじゃないですか、ここ。うん、まあでもお肉、いいお肉はこれぐらいでさんと食べれるんですよね、うん、じゃあ次第4問来た。あ、これも俺も秒で分かった。そうね、行ったもんねこれ前。行ったもんね。はあ、でもすごい分かんない全然。これいかんと分からんよねこれね。そうそう、通りがかっただけじゃ、あの通りがかってこの景色は入ってこないもんね。そう、どこらへんこれ、テラス席の、ちょっとこう山の手というか、うん、あの街中じゃないですね。いや、こっからもある意味近い。そら違う、もともとは南区にあったお店が移転してきたんですよ、うん、へえ。で、何食わしてもらえるのここ。分からんならラーメンじゃなければウーロン。ウーロン、うん、ウーロンか。あいつは分からん。食会会員ですよ。え、お店の前から撮るとこんな感じなんですね。お店の裏になるっちゃうね、そう、これその入り口がね、そうそうそう。誰も答えない。で、いや、あの、ね、名前がわからない。わかる、そう、正解。ああ。なんかね、あるね。うん。まあ、さっき言ったようにね。ああ、親子丼食べたの。最初行った時は親子丼食べたの。南区にあったのね。そう。が、おさにあった、うん。移転してきて、今度 N パスにも掲載されますんで。あ、本当。はい。初公開も入られて麺が美味しいですよ。へえ、そうなんや。 できたばっかりからお店も綺麗でね、うん、うん。最初にチケット初券を買う、あれちょっと迷うよね、ちょっと分かり、自販機みたいなやつ、自販機みたいな簡単なやつじゃなくて、こう、うん、タッチパネル、タッチパネルでこう次へ、でそれはどっちで次へみたいなのがね、テンパるんよ。ちょっと分かりにくい。丸さん行ったら多分買えないと思う。最初にね、メニュー見てなんか決めてくださいみたいなメニュー渡されるよね、うん、でその他の人がまだこう選び寄ったりする。でメニュー見てこれって決めても、じゃあそれがどこにあるか、入っていかなきゃあんのよ、ジャンルから。普通のボタンやったらこうあるよ、視野に入るやん。じゃなくてこうジャンルからまず入らないかぎり、俺の欲しいのはどのジャンルだろうっていうのしよったらね、後ろに行列ができ始める。焦る、苦手。そうそうそう、あの堀野もそうよ。あ、堀野もそう。堀野の自販機も ね、セルフの方やられちゃうよ ね、あんな感じのやつ、つら、うん、い、うん、それをまた現金で払うか、コード決済するかとかで、うん、もうテンパるんよみんな、うん、第何問か、5問目かな、来た。ん、あれ、分かった人、はい。ああ、これ横から撮ってるわけね。すいませんね、分かりました、これ角度がね。誰だ、角度が、せーの、丸山醤油ですね。中川で醤油といえばもう丸山醤油。醤油だけじゃなくてね、うん、味噌とかもいろいろ、乾物とかもいろいろ出されてて、いろいろ返し、特にあのつゆとかも、ね、水商売だよね。水汲みにおいでっていう、ああお水、ね、あ、うん、表で水が汲みにおいでで、水、俺も時々、前はよく、時々来てくれないな、あのよく組みに行ってましたけど。じゃあ最後1問送ろうかな。これは難しいかも。これは難しいの、うん、最終問題来た。これは一瞬では分からなかったぞ。でもこれなんか難しいじゃないかな。これでもあれじゃね。ピンときた。
いや俺はピンときたけど、あ、まあ、あんまり俺余計なこと言わん方がいいからヒントになるからか、俺ちょっと分かったような気がする。なんとか、これ俺結構これいったいったっていうかかなり過去形やねもう いけんもんね。もうそう、この入り口の雰囲気、たまにこ表で野菜とかね、なんか売り寄った、ああ、あった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 、うん、見覚えないな。もういけない。ないんですか。ないない、なくなっちゃったない、もうなくなったところ。あ、まさかあれ。じゃあ丸さん答えますか。3人とかドンキの昔。何違うか、岩見の里。おー正解や、ほら。あー懐かしい写真、ようあるねこんな写真。商工会の、うん、うちの地区は ここがいつもなくなるまではここが、地区懇談会の場所やったんです。あ、そうなんや。そうそうそう、風呂入りながら話すんだみんなで。そう、宴会宴会頼むとねこれ風呂がタダになるって言って、ね、うん、2階でよう宴会して、ここ大好きだったのになんで潰れるかな、うん、水道料金が高すぎた。高すぎた、うん、You and me の里です。夏祭りとかもこうやってたよね。懐かしいです。いや、いい問題でした。泣きながら、ね、うん、今日はお店シリーズということで、うん、ありがとうございます。まだお店シリーズまだまだいっぱいあるっちゃもうお店の数だけ。ひさごが難しかったけど、それ以外はもう楽勝やった。あ、いや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 、やっぱ難しいな。やっぱ行ってないとね。そうですね。特にね、お店シリーズはね、店内の写真が多分行ってなければ分からん。ああ、そうよね、外から見たらね、うん。エキセントリック中川、マルさんの頭の中にはわけのわからないイメージが渦巻いとって、それをですね一つだけ取り出して皆さんにお伝えしようというマルさんの暇人今ジーン。イエーイ、ありがとうございます。で、今日はね、当初ちょっとお話ししました、あの林田彩香さんの、はいはい、コンサート8月にやったんだよね。コンサートでライブが ね、はい、ジョルジョっていうスナックじゃなかった、なんだっけ、バーか、ジョルジョ、はい、でないですよ、ありまして、お客さんが30人ぐらい入ってて、そうですね、弾き語りのピアノで、まあ、ワンドリンク付きみたいな感じでね、付きじゃなかった。私は音楽あんまり詳しくない。 ああいうのってあれピアノって言うんですか。電子ピアノですね。あ、電子ピアノっていう、うん、電子ピアノで、やっぱりね、あの電子ピアノも、うん、林田さんぐらいになったらやっぱ鍵盤が長いやつじゃないとダメだよと、こう、あの、そうなの、音域が広い鍵盤じゃないとね、はいはい、だからいいピアノ使ってるなと思ってましたけど、でその時にそうね、1時間半ぐらいのライブやったかな、やってもらったんですよね。そうですね、前半後半みたいな感じで、うん、で前はほら一回妙さんとも行ったよね、林田さんと一回写真撮ったのがあったじゃん、あれライブやったっけ。あれはあれじゃないですか、森田さんの、森田さんの方か、うん、その時あっただけか、うん、その時はライブなかったの。あのずっとライブをね、あっちこっちで、あの天神の方とかでもやられてて、天神は役員の方かな、でもやられてるっていうのは聞いてたんですけど、初めて今回ジョルジョで聞いたんですけど、やっぱりいいですよね、うん、どう思いました。いや、もう私は楽しみにしてて、うん、初めてだったんで、うん、楽しみに楽しみにしてたのに、このおじさん忘れてたでしょライブあるよって、あ、そうだったっけ。大体そう、なんか偉そうに丸さん言おうけど、丸さんどっちかというとね、誘われて、あ、そうだった、そう、糸ちゃん発よね、糸ちゃん発信のそう、いかないかない、俺日付間違えてたんだよね、確かね、あれそうだったっけ。まあ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 、まあ、そう、ね、いいんですけど、今いくつぐらい、24、5、まあそれぐらいでしょう ね、だけどあの人が18ぐらいの時から音楽やってるなってしてたんだけど、なんか絵も描いてなんか飾ってましたよね、うん、アーティストで、まあ、大学の方で絵専攻してるからやられてるんだけど、はい、どうですよ今ね、インスタグラムに走ってる、インスタグラムってものビシャってたまたま偶然、あ、こんな、あ、怒るから言うのやめよう。じゃあやめじゃあやめてください。絵はね、デッサン力を生かして、ね、もっと描けばいいのになと僕は思ってます。申し訳ない。でですよ、はい、まあ、自分のプロフィールでアトリエミュージック、歌うたい、抽象画っていうふうに書いてあります。あ、そういうことやってらっしゃるんですねって思いましたけど、ともかくそのね、ライブの雰囲気が非常に良かったんでちょっと聞いていただこうかな。あ、流すんですか、うん、
かどうです今やっぱね聞いてて来るでしょやっぱりこうねあのそんなにね語りかけてくるわけじゃない語りかけてくる無理やり押し込めてくるわけじゃないですよ、うん、つとつとあのちゃんと語り風に歌われてるけど、はい、あの心の中にズカンと入ってくるそれ語りかけてるんじゃないあのウィスカーボイスっていうんですかねそう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 綺麗なあのハスキーボイスとかの感じもあるんですけどなかなか入ってくるんですよなんか皆さんこれ聞いてみそれでねあのこの前やった、林田彩香さんのライブがですねねライブ名がね視線漢字で視線って書いてハイフンであと SHISEN って視線って書いてあります世の中に向けてる私の視線を歌いましたというようなことで書いてありますねでなかなかねそれでインスタグラムには一箇所あるんで QR コードつけてきますんでちょっと見てみてくださいこれねなかなかいいっすよなんか編集までしてあるちゃんとっていうねだから彩香、うん、ちゃんの音楽に限らずやけどなんかライブに行ったら感じるものってある、うん、映像で見たのとなんかそれはすごく行って感じた、うん、なんかセットが良かったよね、うん、落ち葉がこう敷き詰められていて、そういう演出もされてたんですね、うん、まあまあこれは後で載せててください落ち葉があってなんかこういう木の作りの台座みたいなのがあってそこにこう絵が飾ってあってわざと絵の具をパタッて倒してドロ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 ってなんかこぼれててなんか凝った作りやなとってもいいライブだったと、はい、応援してしたい皆さんで応援してもらってそうです、ね、ぜひね、中川からさ、うん、一発スターを出しましょうよ本当ですねここには林田彩香がおるっちゃけんというような感じで応援していきたいなと思って、うんうん、いやそれぐらいの可能性を俺ちょっと感じた、うん、可能性あるって、うん、あの子なんかこう一曲バズったりして、うんうんでルックスもあの子かわいい。かわいい。絶対だよ、うん。いけると思ってるんだよ。あともうきっかけだけ、うん、チャンスだけかなと。これがね、こうなんかもう30後半ぐらいでとかやったらさ、うん、なかなか目が咲かずに出ずにみたいなけど、まだ若いしね。そうなんだよ。意外となんか大人っぽいからと思ったけど、意外と若いんだなって思った。今頃になってあのプロフィールが出てきた。3歳エレクトーンを習い始める、10歳初めて作曲をする、10歳で作曲してるんだ、それから12歳中学校で吹奏楽部にトランペットパーカッションをやると、それから15歳、吹奏楽の名門に入学、17歳部活をきっぱりやめて、ライブ活動を始める、で16歳挫折、うん、なんでなんか病気しちゃったとかって書いてあるよ、うん、で2019年の話で19歳歌手という道がおっそり見えてきた時違和感を覚える、なんでエンターテインメントを作ってみたいと思う、奮起してると、すいません今頃になってこんな話しましたね、みんなで応援しよう、応援しましょう、はい、みょうさんは応援してるよ、してるのか、ありがとうではまた次週お会いしましょう。大切なところで噛んだ。